さあ続いてのコーナー参りましょう。まずはゲストの方ご紹介しましょう。この方です、どうぞ。はい、こんばんは。また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 来ちゃいました、武雄です。よろしくお願いします。また呼んだ、ね、ネズミくんの直帰か。よし、バシッとね、決まったところで突っ込んできました。いやいや、違う違う、あのネズミくんの直帰って絵本があってね。あ、ありますね。また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 ってなるのよね。いや、ちょっともうやっぱり散髪いけてないじゃん、竹野ちゃん。そうなんですよね、毛量が毛量がで、今日雨じゃないですか。そうやな、もう湿気がすごくてもうこうするしかなかった。毛量、もうまあまあ、でも顔は竹野も顔ちっちゃいからな。顔ちっちゃいよね。うん、ちょっと待って、俺と座ってリスなんでこんなに熱いこれ。ちなみに竹野さん、さっきのは見てましたか、はい、あ、見てました見てました。多分熱気がすごかったですもんね。そういうことだと思います。あれ、なんかずっとヨーグルトの話してたん。え、アルワンってずっとヨーグルトで盛り上がってるのかなと。アルワンを押してほしいって、アルワンを押して、アルツを押してほしいって言ってね、なぜかエルワンを押すんですよ。不思議ですね、人間ってパニックになると分かんなくなるみたいな。もういいやみたいな。お前この椅子の温度触ってみる。あの人めっちゃ頑張ってた。あの人めっちゃ頑張ってたと思って。ああやって何もない、おいお前らいいのかとかやってくるぞって言ってるけど、お前この椅子の温度はもうあの入り口のサーモグラフィーみたいなのばっかかい。本気だったんですね。本気よ。本気で分かんなくなっちゃったんですね。常に本気なの。分かりました、仕方ないです、うん、はい、はい、ということでございましてね、まあ武雄さんでございますけれどね、はい、何度も何度も来ていただいておりますけれども、うん、いつもはですねこの FPS タイトルをですねプレイしていただいておりますけれども、はい、今回はいつもと違います、うん、ね、とあるゲームでですね我々ゲッチャメンバーとですね、うん、5番勝負でチャレンジしていただきたいと。5番勝負、はい、ということで題して竹雄5番勝負。というわけで、うん、e スポーツトレーナーともなれば、はい、いろんなゲーム、うんうんうん、遊びに、ね、精通してないといけませんよね。そういうことですね。ということで、うん、勝負していただくゲームタイトルはこちらです。任天堂スイッチ用ソフト世界の遊び大全51です。どんなゲームなのか簡単に説明していきます、はい、現在発売中の世界の遊び大全51はですね、花札や麻雀、将棋やチェスなどの定番ゲームのほか、ポッケー、野球盤、トイサッカーや世界最古のボードゲームと言われるマンカラなど、うん、世界中の遊び50種以上が詰め込まれているテーブルゲーム集となっております。誰でも知っているゲームが多いので、うんうん、年配の方や子供まで世代を超えて一緒に遊べるのが大きな魅力になっております、うん、もちろんオンラインにも対応しているので、遠く離れた友達や世界中のライバルと世界中の遊びで腕を競うことができる、盛り上がること間違いなしのゲームとなっておりますよ。これさ、うん、これあったら一生遊べるやん。一生いけますね、これ。すごいですね、うん、これすごいよ。一覧ありますけれども、うんうん、ヨットってなんだ、ヨットするのかな、ボードゲームですからね。ボードゲームのヨット、うん、ヨットって何ですか。何でしょうね。なんやその内容、全然味せへんかった。今の会話ボードゲーム大丈夫、結構知らないボードゲームもいっぱい、うん、バックギャモン知らないな。バックギャモン、バックギャモン聞いたことありますけどね。そうですね、うん、まあだからドミノっていうのもあるけど、ドミノもちゃんと、ドミノってピンってやる、これじゃなくて、いえ、あれはドミノっていうものを使った倒す遊びで、あの子たちではドミノっていうんじゃないのよ。あの子たち何するんですか。数字みたいなついてるやん、サイコロの、はいはい、ドミノって確かに確かについてます。あ、サイコロの文字だ、あんな使ってやんねんな、多分そのドミノっていうゲームがあんのよ。そうなんだ。じゃあ本来の遊ばれ方とは違う遊ばれ方してるんですね。ドミノさんはカチ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 ってやるのが面白いからみたいな、麻雀牌でやってるみたいなもん言うたら、あ、なるほどね、はい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 、あ、そうなんだよねって、そう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 、あ、ドミノ倒しっていうもんねって、そう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 、だからね、いっぱいあるんですよ。知らなかったです。どうなの、武雄さんはなんかこう、はい、まあ、FPS 得意っていうのは当然ありますけど、す、うんうん、べからず大体ゲームは何でも全部、そうですね、大体得意です。すごい、はい、さすが、何でもできます。なんかちょっと違うっぽい感じ。うん、そうやな、髪が、
髪がこうなってるからです髪型のせいです髪型のせいです、すべからくね、すべからく、まあまあでもゲームセンスの塊、いい言葉ですね。そうなの、そうですね。でもホラー系は苦手、なるほど。でもホラー系苦手というか怖いだけなんですよねそのプレイ自体はまあまあうまくはできるんですけど、怖ってなっちゃうっていう。かわいい、今の言いました。怖ってなっちゃうって。いや、なんか急に顔洗い出したから洗顔って思ったけど、いや、あんたも無理やんか、怖い系。怖いのです、大丈夫です、全然大丈夫です。いやいや、無理やんか、声帯潰れるぐらい叫ぶやんけギョバーって多分2人でやったらもう地獄でしょうね。そうやな。まあまあでもまあ操作はってことね。そうですね、操作自体はできますね。なるほど。あれも分かります。倒せる系のホラーは全然怖くないんですよ、いや倒せる系も怖いですよやっぱ怖いんじゃないですか。怖いですあれ怖くないって言ってませんでしたっけ。あれ、いや怖いのは怖い、だけどこうなるって、そうそうこうなるって、そういうことです、ね、洗顔になっちゃうんで、ホラーゲームやってほしかったな。まあ、ここはちょっとそういうジャンルはないから ね、非常にシンプルやけど奥が深いみたいなゲームがたくさんありますので、本日はですね、この51種類の中から、はい、チョイスした5つのゲームで竹尾さんと、山本ちゃん、かなすぎ、柳で、対決していきたいと。え、勝てるわけないじゃん。いや、そんなことは分からへん、そんなことは。本当にいろんなゲームがあるから、ね、ゲームセンスの塊って言われてる人ですよ。いやいやいや、とはいえですよ、とはいえか、そこまで何かを見つけましょう。そこまで、そこまで、はい、何やるのかなだって、麻雀やったら俺完全いけんねんけどな。私も前のだったら今だったらいけるかも。調子乗んなよ昨日今日覚えたくせにいや、でもヤホッちゃんは買えへんからなあ。さあ、ということでございまして、まあ、はい、5番勝負ですから、はい、3番買った方が、ね、勝ちということでございますので、りました、はい、頑張ってやっていきたいと思いますけど。頑張ります。さあ、武田さん、自信のほどはいかがですか。めちゃくちゃありますね。もう5勝5立てです。もう5立てで、5立て、5立てで当たり前と、はい、もう 3-0 でもう勝ち確定してからもさらに倒します。なるほど。獅子はね、悔しい、ああ、こんなこと言われて悔しいわ、もちろん、っていうことはもう実質、はい、一勝でもしたらオラの勝ちってこと。そう、確かに。もう言うたら、タキオちゃんのハートはもうザクザクってことです。そうです、ということで頑張っていきましょう、はい。さあ、まずじゃあ第1番目ね、勝負でございますけど、カナスティにやってもらいますよ。カナスティにやってもらうゲームはですね、フィッシングでございます。フィッシング、もうね、何フィッシングって。いや、名前の通りやん、うん、釣り、フィッシング以外で何そう、おしゃれなナンパってこと、そんなことない普通の釣り、釣り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 、はい、タナちゃん頑張れの声が多いですよ。うわ、すげえ、しょっぱなに決めてある、ね、選択していただいて、フィッシング選びます。フィッシング、おリアルな魚リアルですね、すごい。いや、なんか今、おなんだ、今の時代すごい、ね、聞いた、うん、なんか魚影が全然違うやん。ヤマメほんま、ヤマメとか釣んのめっちゃむずいね。自然は、おー、喋ったいいね。どうしてん急にね、何ちゅう格好で釣り来たんね。確かに自然はいいよね。結構いやでもテンション上がるからな。あ、引いてるよ。うん、おー、こんな余裕あるもんなんですかね、引いてるってなってから。クソ、全部に突っ込みたくなる聞いた、おお、あれ、あれ、でもなんか違う。あら、小物、小物も釣れるんだ。これがフィッシング。違うでしょ。言うとけど、人生で長靴釣る方が難しいから。お前のじゃん。絶対気づきますよね。確かに。もうアニメとか漫画でできるが、うん。地球釣っちゃうことはよくあります、ね。あるね、うん。マイキーか。ええ、突っ込みやね。はい。はい。さあ、じゃあその3分フィッシングで。はい。頑張って。頑張って二人とも。これ結局大きさってこと、引き数というよりかはグラム、あ、なるほどなるほど、いっぱい釣った方が、ね、いっぱい釣ってグラム数が多かった方じゃないですかね、うん、はいはい、よし、なるほど、魚の前にキャスティングできるかどうかね。2人は釣りはするの、普段する、しないです。釣りはしないですね。しないんだ。魚触るのが怖いじゃないですか、やっぱ。え、いやいや、なんやろ、怖いの、魚触るのが怖い、お化けだけちゃうやん、いろいろ怖いです。虫も怖いですね。お、来た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 、ちょっと山とか行けないですね。来た、ブルギル来た、ブルギル、リアルやな、あの胸元の緑のとことか、めちゃくちゃ溜まってますよ、これでかいで、それ大きい魚ですね。来い、
お、でかい、これでかいでかい、カナスイムス、大きいの、大きいの、糸が、糸がやばい、大きいの来たんちゃうか、うなぎ、うなぎだー、うなぎ、結構天然ちゃうか、今の1140でしたよ、今のは来た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 、大丈夫か、長靴ちゃうやろな、あー、わー、なに、ナマズ、今のすごい、高かったよ、ナマズだね、雨の日はナマズ釣れやすいね、あ、ドロドロしてるから、雨の日はナマズ釣れやすい、あ、なんか大きい魚へ来たよ、ニシキゴイ、いけ、カナスイ、ほら、お、ええとこや、ほら、お祭りする、あー、逃げた、逃げちゃった、そんな2つでっからや、発注で、おー、いけいけいけ、よいしょ、ブルギルか、さあ、ブルギル、この川すごいの、いろんなの釣れるの、おー、すごい、いいね、すごい、いろんな種類ある、うん、三平も大喜び、いけ、お、ブルギル、ブルギル、はい、よし、いいよ、やっぱ大きいやつの方が、これ魚影で大きいやつの方が、そう、ね、そうね、絶対そうやね、こいこいこい、よっしゃ、その、あ、来た来た、あ、ちっちゃい来た、ちっちゃい来たか、またギルか、またギルか、ギルじゃない、あ、ギルだ、よー、つったな、やっぱ大きいの頑張って狙ってった方が、ああ、大きいの全然反応しないですよね、これ、うん、やっぱりね、主はね、なかなか釣れんから、あれ、ピンで、なんだ、ちょうどいい位置に落とさないで、やっぱり、そう、泣くこともや、あるけど、お、お、お、これ主だ、これ出ないよ、ぬしぬし、そうそう、うわ、ナマズ、ナマズ、あ、来た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 、でかい、こい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 、これはでかい、何釣った、あー、長靴、長靴、長靴来てしまった、環境を綺麗にしただけだった、なんか今長靴で橋本とか書いてなかった、書いてなかった、なんかそんなっぽかったけど、橋本、頑張れ、頑張れ、橋本さんの長靴、カナシ釣れないね、ちっちゃい、あ、お錦鯉、いや、こんな錦鯉おる、来た、まあまあでかい、あら、長靴連ちゃん、ねえ、でもこれで、これで一足になったね、よかったよかった、履ける、履ける、履けるぞ、履いて帰れるね、残り30秒、やばい、女の子やって、ちょっと、女の子のこれ、やっぱ逃げちゃうんですね、残り20、やっぱりね、パパーンと音がすると逃げおる、ちょっと俺んとこそこ、あ、絡まる、あ、お祭りだろ、お祭りする、やばいやばい、お、うなぎ、うなぎでかい、あれ腹黄色いってことは天然やで、あれ、うん、高いし、うなぎだね、あー、もう無理か、あー、もうダメだ、あ、ほんとに、これはもう圧勝ですかね、長靴率よ、長靴もお願い、入れて、あー、なるで、この勝負、竹雄ちゃん、え、このおばさん竹雄さんですか、もしかして、ほんとだね、似てる、似てた、そうなの、自分のミーが竹雄さんに似てた、自分のアイコンやんの、うん、さあ、ということで、まあ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 、しゃあないわな、まあまあまあ、まだあるんでね、あんだけ、まだまだ5番勝負ですから、うん、あんだけやったら惜しかったね、惜しかったですよね、長靴が本当の魚だったら勝負言ってたかもしれないけど、はい、じゃあ続いて2番目の勝負でございますけど、ヤモッチャに頑張っていただきます、はい、種目はトイボクシング、何トイボクシングって、あのガチャ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 ってやつだ、そうそう、おもちゃボクシングってことね、わかりました、すげえ、ワセリン塗ってるやん、やる気満々やん、じゃあアルコール消毒 ね、 あ、ね、そうそうそうでしょ、そうそうそう、はい、ワセリンってさあ、じゃあコントローラーはありますか、いいよ入れて、別にメニューに戻って、はい、メニューに戻りました、はい、さあどれかな、ボクシングはでもここら辺じゃないですか、スポーツコーナー、あ、ここかな、ボクシング、これだ、ボクシング、ボクシング、これだ、あれ竹雄くんって、はい、なんかスポーツはしてたの、スポーツは僕サッカーやってましたね、あ、なるほどなるほど、ボクシングもあの初めの一歩めちゃくちゃ読んでるんでめちゃくちゃ詳しいすごい詳しい、誰が好き、誰が好き、僕やっぱ一歩ですね、あ、一歩か、もうデンプシーロールかましてやろうと思ってます今これで、すげーな、どういう感じなんだろう、ボルグが、ボルグが、ね、よかったな、泣いたな、ボルグさん、かわいい、かわいい、こんな貧弱な体でボクシングできるんですかね、あ、本当に打つじゃん、ジャブジャブ、ガード、え、ボタン見てなかった、何、見てなかった、下がガード、のストレート、ここだ、おお、カウンターってことか、ボタン見てなかったわ、見なかですね、やった、え、終わった、まあまあ、もう一回遊び方見たら、上行く、遊び方見ますか、うん、
あ、それは分かってるよ。オッケーオッケー。操作はやれば出るんじゃないかな。やっていきましょう。よっしゃ頑張ってやもっちゃん。頑張れ。一勝でも勝ったら勝ちですから。そう。はいはい、こっち視点か。ファイト。いけいけいけ。いけ、お。いけるいける。ガードガード。いいよいいよ。お。そう、カウンター。え、ガードどうやってやってるんですかこれ。ガード下です、この、こっちです。はいはいはい。はい、オッケー。お、お、いいね。すごい。いい。ジャブが早いのね、ジャブが早い。守り。いけ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 。すげえ殴り合ってる。殴り合い。殴り合い。超殴り合ってる。あれ？判定勝ちだ。判定なの？何を持って？え？え？終わった。終わっちゃっていい？終わり？終わり？判定勝ちしちゃった。え、もう一回やりたい。ということで、勝っちゃいました。今のも武雄ちゃんの勝ち。2勝目。強い。やばいぞこれは。なんとかしないと。まだまだわからない。3番勝負3個目がですね、ゴルフですね。ゴルフ。これは私が行きましょう。山ちゃんゴルフ、リアルゴルフやってるもんね。ああ、もうリアルゴルフやって100億パーセント負けへんけどな。もうリアルゴルフは一回もやったことないですね。そうやろ。絶対負けますね。いやでもね、このゲームとなるとまた、でもゲームもね、いっぱいゴルフ出てるからね。いろんなゲームあんねゴルフありますからね。ああ、その右右、豚の右、これそれこれだ。豚の右。豚の右。よっしゃ、これはちょっとこう頑張るしかないな。頑張ってください。でも簡単そんなコース、何があるんだろう。斜面とかはなさそうですね。まあ気ぃつけなあかんのもやっぱ風と、風とガーター、いい感じ。バンカーのことガーターって、それボーリングやね。ボーリングになってる。まあまあ球を転がすという意味ではね、似てんねんけど。まだやってないんですよね。まだやってない。まあまあかな。風も読まないと。この辺かな。あ、これだから距離をつかむのが難しいですね。はあ。どれぐらいの力でどれぐらい飛ぶかが分かんない。風に流された。あ、風も計算せなあかんでも、私は風に気をつけて。ほう。風があの矢印で右から左に吹いてますと。でアイアンでマックス？え？違うでしょ。あ、半分ぐらい。うまっ。うまっ。この女の子うまい。やられた。あんなスカートでゴルフできた。これがゴルフ。でも海外はね、あんまり関係ないから。3ホール。よっしゃ。頑張れ。頑張るぞ俺は。1本でも取って。頑張って。取りたい。取ったんで。お、じゃあこれは僕からですね。いやオナーか。くそ。これ風が上の方に吹いてるんで、はい、多分ちょっと下ですね。うん。こんなんじゃないですか。うん、お、来た。うまい。これベストショットだ。ナイスショー。おー。ナイスショー、ナイスショー。こっちかな。あ、え、でも1メートルだから、1メートル。あれ、なんで上行くのこれ。よっしゃ。ほい。ほれ。ちょっとマックスじゃなかったですね。でもそんなに変わんないですね。変わんない。うん、いい感じですね。嫌なちゃうから。え、これ入りそうじゃないですか。頑張って入れて。確かに。お、任せとけ。パー4だったらこれイーグルですよね、入れたら。よし。これで1メートル。そうだね。風強いからな。で、距離が、なるほど、オッケー。カップまでは129。どうだ。入りそうそれ。おお。イーグル。イーグル。ここで武雄さんも決めてくるか。やったったで。いやーこれむずいぞ。え、でも今の同じカップの読みでやっぱ選手のスポーツなんで、まず相手を称えてからですね。あ、なるほど。そう、やっぱりね、うん、タイガー・ウッズは入れって思うらしいよ、敵のパターンでも。優しい。行け。お、入れ。ああ、嘘だ。惜しかった。よっしゃよっしゃ、やった。これ負けるかも。まずはまずはだよ、ヤナちゃん。これ強いかな。バーディー。まあまあ、でもバーディーですからね。これでもバーディー。バーディーです、すごい。バイト、これはオナーがね、先にこう見せなあかんとこあるから。うん。
何これ、湖がある、パー3。うわこれ攻める。でもだって追いか、何何そうね、右上に押してくれてるから、うん、これ届く、これ。いやここでな、フルでフルで触れれば届く、そうやな、オッケー、分かった、行っちゃう、行ったろ行ったろ、ほい、おお、あー届いた、おー、わー、すごい、すごい、フォルワー、え、でもフォルワー、ちょっとこれ、高校の人有利ですね、確かに、まあ、角度と強さ、そうそうそう、なるほどね、右の方がね、この辺じゃないかな、惜しかった、見せたかったな、今惜しかったですね、つむじ風舞う、いけ、フォルワー、これいったんちゃうか、うわ、何こんなことある。まあまあこれはでもそうね、うん、これはライあんまり関係ないから、これもどんなことがあっても外さない、これはな、はい、入れてね、もう任せとけ、絶対入れてね、任せとけ、あ、びっくりした、よし、いい勝負ですね、一度負けてますね、これ、うん、いや、一回勝ってお願い、頑張れ、これどっち、これ明日にもあるんだ、そう、ここにもあんねん、これ、いや、下でしょ、何その、そこ行けます、で、2メートルしかないから、あ、2メートルもあるから、もっと上じゃない、でもそこに木あるやろ、木に直撃しません、あ、そっか、木ぶつかるんだ、じゃあ無理じゃない、いや、え、でも行けんじゃない、ここ行くしかないやろ、お、これどうやって木を見んねやろ、あ、ちょっと待てよ、フラグ変えたら、いや、それは無理でしょ、届かんな、届くかな、これは無理でしょ、パターやったな、これでこれでちょい弱めの、そうやな、うん、行くか、行くしかないやろ、ガサってなっても、もう届くよ、大丈夫、そうやな、ちょい弱めね、オッケー、よいしょ、これぐらいか、いや、強えよ。鬼コーチ、あー、弱めって言ったじゃん、やっちまったぜ、じゃあ僕こっち行きますね、安全な、安全策でいきます、確実な、2メートルもありますからね、うん、乗った乗った、おお。大変だこれ、諦めるな諦めるな、ちょっとキャディーさんがすごい鬼ですね、もっと弱くていいってことだな、うん、これは、いや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 、強いでしょ、これ大丈夫ですか、もう5段いきますけども、いや、諦めるな、まだわからない、メモリをこれぐらいでいいってことか、ほんなら、なんかそこだと全部ぶつかりそうですけどね、うん、これぐらいってこと、あれ難しいな、あもう7台いってますけど大丈夫ですか、じゃあ奇跡を見せてくれ、ここまで来たらあれ、でイメージはできたから、さっきより強く打てばいいってこと、うん、はい、ね、これ強すぎる強すぎる、さっきやったでしょ、それじゃこっち、こっち見て、こっち見て、ちょっと武雄さん待っててくださいね、待ってますもうこんなもん普通のゴルフやったらギブアップやで、ここぐらいな、その角度の、そこで乗りそうですもんね、さっき、うん、力的にこれどうやって戻れるの、こう、もっと上、風がある、これもこんなもんで、これぐらい、おお、やったー、じゃあやったやったやったったね、もう僕はもうゆっくり進むだけなんで、これ、あら、お、十段だ、いや、じゃあマジか、木があるぞ、え、バンカーだよ、バンカーいや、だってここ越えなあかんもんな、アイアンじゃないと越えへんから、うえ、おお、あ、よっしゃ、いや、これも入れたらええじゃろ、これ全然届かへんよ、うわ、乗った、おー、乗った、しゃあ、いやー、このコース、いやイーグルだ。
やって。いいだこのコースさ、それ俺かってまともに攻めたかったさ。これ何一瞬、あ、これどういう、プロマイゼルじゃん、やった。あれ、ゴルフのルール的に言うと僕のが勝ちですけどね、これ。そのこれどっちが勝った今、竹雄さんですね。なんでやねん、なんでだろう、ホールごとじゃないの、合計先言ってくれよ。マジか。ということでこの勝負、竹雄さんの勝ち。全部負けちゃった。いやだってあの感じであそこ狙わへんって無理や。まあね、まあまあ、そんな、あと僕が一段負けてたんで僕が狙うべきでしたけどね、多分あれは。いややっぱりそこがやっぱりほらオーナーかオーナーじゃないかのさ、ね、あそこで俺が右に打ってたら何しとんねんやらやらと。お前芸人かと。そんなことでどうやってゲッチャーを守る、全然聞いてないよ。引くわ。先行け先行け、次行け次行け、角出せ槍出せ。お前たちは試合には負けましたが勝負には勝ったので問題ありません、はい、ありがとう、そんな言うてもらえ嬉しいわ、うん、ありがとうね。よしでも大丈夫、俺はなぜあそこで行けたかったらまだ2番残ってて、悲しいと山本ちゃんが残ってるからや。今出させてもらえるの、当たり前や。これ1個でも勝ったら勝ったってことでいいですか。そういうこっちゃ。本当ですか。そうや、もうそうしましょう。じゃあやったー、竹雄ちゃん、竹雄ちゃんのもう、はい、プライドズタズタにしてやるからな。はい、じゃあ次、はい、カナスはトイサッカーで、はい、4番勝負頑張っていただきましょう。頑張ります。はい、うん、なんてスパチャ、スパチャ、カナさんの応援にスパチャ30台湾ドル。ありがとうございます。頑張ります。お前頑張るぞ。皇太子さん、皇太子さん、ありがとうございます。すごい、台湾からだって。台湾、お前どこ、すごいな、ファンさん。すごいね。すげえな。マネージャーさんが台湾の人なんで。マネージャーさん台湾の人なの？はい。ああ、ね、台湾ね、美味しいもいっぱいあるからね。うん、YouTube の方の話です。はい。はいはい。ありがとうございます。スパチャね。うん、スパチャですね。ね、スポッチャみたいなこと言ってるのかな。スポーツしてるか、何言ってるのかな。ありがとうございます。はいはい、せっかくもらったから、じゃあこの時間頑張れ、頑張ります。さあ行きましょう、トイサッカー。トイサッカー、はい、あ、かわいい、サッカーボールが走ってる、すごい。まあ俗に言う、あ、これか、あ、これなんか自分で入れちゃうやつ、自分のところに。フレンズでもようやってたわ。よし、これはもう右回転が基本なの。そうなんだ、右回転とか左回転、右足で蹴るとかね、うん、出てる足みんな同じだ。でキーパーは左右ね、左右、あ、だからヘディング決めれるってことや、これコーナーキックになるから。ああ、なるほどなるほど、端っこ行ったらな、うん、だからタイミング合わせてドーンって押したら、じゃあこれはプレイするで、よし。あ、でもやばいぞ、カナスイ、竹雄ちゃんサッカー部やから。あ、そうだ、やばいやばい、まあ、もうポゼッションサッカーで勝つんで、移動とキック、あ、左回り右回りあるじゃん。あ、ほんま、あらららら、あらら、キーパー、あ、あ、早い早いよ。いや、これ圧勝しちゃうかもしれないですね。ごめんなさい、本当すいません。返せ、あのボール、あー、いかがして、守って守って守って、押し込め、いけ、押せ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 、よしよし、カラシー、カラシー、返せ、俺のボール、守って守って守って、あー、カナシなぜ後ろにめっちゃ蹴る。これやってみたら難しいですよ、やっぱ思った方向に蹴れないですもん、ボール。なるほどね。あー、大好き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 、やったー、やったー、ゆっくり入っていきました。確実に台湾の方見てますか。本当に押し込め、押し込め、これだけ、右回り、右回り、彼氏逆回転だよ。そう、自分の方に蹴ってるよ。あ、そういうことか。そう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 、ヘディヘディ、待って待って、誰も守ってる、誰も止めて、押し込め、押し込め、ハフタイム、ハフタイム、白熱の前半ですね。熱いぞ。さあ2対1、さあリプレイ見てみましょう。あ、早いな、おい。早いな、おい。ちょっとボールかけれない。お、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 カナシ、いけ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 い
テン翼みたいなんだよ。ボール返して、待って、ボール返して、コーナーキック、乙女、やばいやばいやばい、ヘディング、左左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 、ヘディング、どっちだ、左左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 毎回交代、こう、え、こう、交代さん、スポちゃん、あ、守った、あ、ちょっと待って、押し込め、さあ、アルシャミナこれは、さあ、もう7秒、ムーブル、いけ、悲しいね、守れ、守れ、負けられない戦いがある、押し込め、え、入った、すげえ。ということでこの勝負は2秒、この勝負は2秒で2点入る、入った、今入っても無理やからねはい、ということでこの勝負はもう竹尾さんの勝ち、4勝目、いや強えな、いや危なかったですね、でもいやなかなかこれでもこれでもなんかちょっと極めると面白いかもしれないね。楽しそうだった、ね、めちゃめちゃ面白い、うん、ね、右回り左回りがねありましたね、うんうん、あるからなかなか難しいですけれども、はい、カルチャーだって初め自分の方打ってたからね、そう全部右のトップのやつがずっとバックパスみたいなバーン後ろ蹴ってるからよくわかんない感じだった、びっくりしましたけどねしかし、はい、しかしこんなもんはね、うん、ただの前振りなんです。そうなんです、今までのは違う、そう、はい、山本さんに頑張っていただきましょう。最後5番勝負目いきましょう。5番勝負はですね、うん、ドット&ボックス、こちらで何聞いたことすらない、初めて聞いたけどこれはなんかね結構あの海外で結構みんながやってる我々で五目並べみたいな、あーなるほど、丸罰ゲームみたいなノリの、頭使うの無理だよ、大丈夫ですこのゲーム知ってる、知らない知らない、これ何え、右竹尾さんでしょこれ、遊べるゲーム確かに、髪の色がどっちかというと右僕でしょうね、そうですよ、左ではないですよ、線を引いて、はあ、四角ができたら1点、うん、はあ、分かった、はあ、やってみよう、あ、線を1本ずつしか引けなくてみたいな、え、こういうのなんで私に、え、これ山ちゃんじゃない、いや意外とこんねん、やもっちゃい、あ、こうやって連続で取るのがポイントだよ、なるほど、それ先行ってよ、先行ってよだから無理だよ無理、一個一個か囲めて連続でいけたらって言ってるとね、とりあえず囲んでいけばいいですね、うん、うん、頭使うやつやな、いやそんなにあれちゃうか、やってみたらね、こんなうん、うん、で早めに取らせるか後から取るかみたいなとこちゃうの、さあということで成功、わかんないですもんね、ああとりあえずもう真ん中でしょ、え、じゃあ端にしよう、じゃあ俺もついてきます、やめてくださいちょっとお、端を取るなんでさちょっとなんですかいやなんか大学で知り合った2人の恋愛を見てるからなんかねこうちょっと来ないでよみたいな、ついてくるついてくるみたいな、あの人何気持ち悪い、なんかついてくる、気持ち悪いけどなんだろう、私ドキドキしてるみたいなあるかもしれないね、いやめちゃいい顔してるよ、うん、真剣ですね、考えてますね、いやもうじゃ何してんのん、だからこれ肉を切らせてみたいなとこもあんのかもしれないね、先に取らせてみたいな、なるほどね、うん、まあでも分かんないですもんね、結局もう、そうそう、でも何気なく書いてた一手が一本が後半生きてくるっていう、あれなんか序盤からそういうのを考えて置いとかないといけないんでしょうけど、そうそう、慣れてきたらね、初見ではなかなか分かんないですよね、うん、あんなについてきたのに最近は全然来ない何だったんだろうあれ、失礼しちゃうわ、また1年越しぐらいに来るんですよねこうやって、うん、ほんでちょっとの変化に気づきよん、ね、
なんとかみたいな、なんとかなの、髪の色変えたねみたいな。え、女の友達もわからなかったのに、ドキ。どうしたんだろう私。目であいつのこと探してる。やめて。ちょっとそこに現れる友達。えなちゃん妄想がだって。あんた私の話聞いてる？ね、聞いてる、聞いてるわよ。なくなってきたなこれ。え、服とかなくなっちゃった。あ？あった。あ、すごい。あ、そこ強そうですね。頭疲れてきた。トを取らないと。あ。あ、もう取られちゃうやつ。取られる。だから連続で取られるようにしたらいいんだ。取られる。え、そういうの無理。いいね。そういうの無理だから。カナシ行こう。うん、いいの、いいの。私ここにいるのに。わ、めっちゃたくさん取られちゃう。これは、こう取るか。あ、わ、全部取られました。いや、次もう無理やろ。もう一個あるよ。これでも無理じゃん。左上ちょっと線が描けない。そして私は一個も取れないっていう。あれ、でもどっか1個置かないといけないんで。あ、なるほど。置いたら取られますもんね、どっか。うんうん、もちろん。ほうほうほう、ここ行ったとめっちゃ取られそうな気がする。でもあそこ行ったら無理じゃん、1回しか取られない。ここはもうまずそう、この辺は。ここだと1、2、3、4。まだここまでだから引きすぎてると、うんうん、よくわかんなくなってきちゃったよ。もうよくわかんないですもんね、うん、この辺もまずそう。でもこれやばそう、どこも。よくわかんないのが恋愛なんじゃないか。うん、恋愛にめちゃめちゃ絡んでる。バイト先の先輩に言われる竹を。これどこ行ってもやばいぞ。全然考えられないんだけど、あそこ行っても1個やって1個やってそれしか2個しか取れないじゃん。そこ終わって1個でしょ。1、2、ほら、本当だ、ね、ありがとう。なんで敵に、なんで私教えちゃったんだろう。なんで教えちゃったんだろう。気がする、これは。一回取られたらもう取り返せないですもんね、これ。取り返せないです。もう塗っちゃってるんで。何から伝えればいいのかわからないまま時は流れて。これいける？トントン。竹をもう引いちゃえよ。もう適当に引いちゃえよ。じゃあここで。お、あ、取らせてくれた、優しい。ハンデですよ、ハンデ。やばい、気づいてしまった、優しさに。あ、すごい。あら、いっぱい置ける。え、これ終わる、もしかして。あら、ほんで、そう、左もいける。え、左左左、ほんまや、やばい。行かしてくれん。あら、おお、あら、あら、あらの、あの日、ああ、なるほど。ここで初めて無理なのか。え、どこなの？わかんないもん、私迷子よ。で
でもこれどこに引いても全部取れます。全部取られるな。うん、ね、同じだね。うん、なるほどな。なるほどね。まあ同じなんで。同じなんで。あらまあ負けちゃったん。え、足りてますこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160
勝全勝さすがホタテ、よかったです、できていやすごい、 いやこれはなかなかホタテ、宣言通りですよ。いややっぱりこのなんていうの全員ほとんど同じ条件、うん、ファースト、もうほぼファーストでやってる中でやっぱりこう、はい、勝負感というかゲーム感が強いね、うんうん、ああ強かった。どうでした竹尾さん。いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。もうすごい緊張しました本当。え最初にごたてって言っちゃったんでプレッシャーが負けられないっていうプレッシャーが自分で自分を。いやいやいや大丈夫大丈夫そこはでもねちゃんと有言実行しましたこれは、うん、すごい。なんかどれもこれもなんか違ういろんな意味で奥が深そうというかやり込めば、うんね、やり込みたいね。やる込むとね結構次も楽しそうな、うん、そうそうゴルフなんちゅうのもコース覚えるとまた、うんうん、攻め方変わってくるし、ね、釣りもねやり方覚えたら、うんはいはいはい、最後のやつなんか結構、うん、線の引き方個性出てきますから ね確かに、うん、間違えちゃったなあそこじゃなかったな、ね、ああちゃんと考えてやればそうやっぱりやっぱ惚れるより惚れさせるっていうのがね、うん、難しいわ難しいとこやね、うん、なかなかあ好きって言っちゃったっていうねあ何言ってるんだから赤なりかのね名言がありますよね赤なりかのねドラムストーリーあー言っちゃったじゃあ最後に改めて発売情報をおさらいしますね。はいすいませんすいませんはい任天堂スイッチ用ソフト世界の遊び対世界の遊び大全51は現在発売中です、うん、ありがとうございます、今日プレイした遊び以外にも楽しい遊びがたくさん収録されています。また世界の遊び大全514つの遊びを丸ごと遊べるお手軽版世界の遊び大全51ポケットエディションが任天堂 e ショップで無料配信中になっております。無料で、はい、無料でポケットエディションにはドミノおおおコネクト4おお、うんダイブゴー、好き。スロットカーが収録されており、一人でもローカル通信ででもみんなでも、うん回数の制限なく遊ぶことができますので、うん、ぜひ遊んでみてください。すごいですね。はい、すごいですね。これはほんまに。ドミノ気になる。一生遊べるよ。うん、はい。ということでございますね。ぜひね皆さんもチェックしてみてください。はい。ということで、竹田さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。